はい、ということで、山崎恭介ね、もう少しで減量が始まろうとしております。10月からですね、減量期に入ろうと思っているんですが、その前ですね、皆さん、私山崎恭介ですね、2019年の東京オープンボディービル選手権大会でですね、まあ、一応ちょっとフリーポーズを、はい、やったんで、はい、一応決勝残ったんですよ。で、一応その時の、動画を見ていただいてですね、この時の山崎恭介を超える、はい、インプルーブするということでですね、はい、やっぱりボディービル、コンテストにはね、インプルーブが大切だと思うんでね、ちょっとこれを見てから、減量期に入りたいと思うんでね、皆さんぜひ一旦見ていただいてからよろしくお願いします。ではどうぞ。こんな感じです。減量期までね、あと2週間ちょいなんでね、ここから、一気に頑張って絞ってでっかくして、来年の東京ノービスボディビル選手権大会5月のね大会でマジで頑張りたいと思うんで、応援よろしくお願いします。じゃあ今日はこんな感じで失礼します。バイバイ。